松林山古墳室戸貝釧代、東京国立博物館展示。会話とは、貝殻で作られた腕輪のことで、特に古代日本で使われたものを指す。貝釧路とも言う。会話は、縄文時代からあり、猿棒など、大型二枚貝に穴を開けたものが広く見つかっている。弥生時代になると、九州北部などで、巻貝類の笠貝や、大津田の葉などに穴を開けたものや、芋貝。 ご法羅、炊事街などを切って作った会話が成功し、当時の支配階級を表すものであったと見られる。これらの階の多くは、奄美群島以南に算するもので、沖縄諸島などではこれらを大量に加工したと見られる。遺跡も見つかっており、九州との間で盛んに取引されたと見られる。山口県の土池浜人類学ミュージアムや、種ヶ島、薩摩半島、津島における、 歴史民族資料館などで多数保管展示されている。例外的に北海道でも、薄もしり遺跡で、芋貝製腕輪が見つかっている。弥生時代末期頃からは、聖堂や石を用いて、会話に似せたと見られる、デザインの腕輪や装飾品が作られるようになった。これらには、ごほうらに似たクワガ大衆や洞区城笠貝に似た、車輪石、芋貝に似た石城 さらに輪ではないが水地街に似せたとも言われる盾などの飾りであるともえ型動機があり古墳時代には西日本一帯で用いられた。ありがとうございます。